スタイリストの三好凛花です。本日は2023年ユニクロイネスの秋冬コレクション、こちらの中から私が注目しているアイテム、そちらをご紹介したいと思います。今回はこのような感じでウェブ画面を一緒に見ながらお話ししてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではまずルックブックを一緒に見ていきましょう。今回のルックブックでこの一番初めに出てきたこのデニムのスタイルっていうのが私は欲しいなと思いました。オフィスカジュアルですとかビジネスの時はちょっとこういうデニムスタイルっていうのは難しいかもしれませんが、こういったデニムのセットアップみたいな上下で着たりですとか、そういうアイテムって個人的に本当に好きで、デニムのスーツなんかもよく着ているんですが、今回このような形でイネスさんにデニムのアイテムがたくさん入ってるんでとっても嬉しくなって、こちらのデニムのアイテムをちょっと注目しています。具体的な細かいものはまた後でお話したいと思います。そしてこちらのツイードカバーオール、ツイードのジャケットですとか、それからポインテールベスト、そういったものも結構注目しています。ただしこのツイードカバーオールでジャケットではなくてカバーオールなので、このモデルさんも細いとは思うんですけれども、かなりですねストレートなシルエットでダボっとした感じ、いわゆるカバーオールのそういうダボっとした感じの羽織物になってるんで、私自身はそういうシルエットのものあんまり似合わないので、素材はとっても好きなんですけれども、どうかなと思っているところです。ジャケットだったらこちらのコーデュロイダブルジャケット、これの方がまだいいかなと思っています。ただし結構ですね太胸のコーデュロイなので、そしてシルエットはウエスト周りは多少絞ってはあるみたいなんですが、全体的にですね横にふんわりと広がってしまうような素材感なので、これもまあ実際着て似合う可能性がちょっと少ないかなと思ってるんで、今回は注目アイテムには入れなかったです。やっぱりですね今回2023年から2024年の秋冬のトレンドカラーとしてグレーっていうのが注目されていますよね。そしてそのグレーをオールグレーでワンカラーコーデにすること、これが一つの流行の組み合わせ、流行の色合わせのポイントだと思うんですね。そういった意味でこのルックブックにあるポインテールベストと、それからツイードタックワイドパンツ、これをこういうふうに合わせて着るのもとっても素敵だな、可愛いなと思いました。こちらのデニムのワンピースも結構可愛いですよね。ただちょっとね丈感が私の好みよりもちょっと短いので、そこが、どうかなと思ってるところですね。先日のコットンシェアシャツ、私はこのブルーの方ではなくてブラックの方を購入しているので、このような感じでデニムタックワイドパンツとそれからコットンシェアシャツ、それを組み合わせて着たいなと考えています。今回注目しているのがこちら、また後ほど詳しくお話ししますけれども、このベルベットロングスカートです。 A ラインに広がって、そしてすっきりした感じの大人っぽいフレアスカート、こういうのってお仕事の時でもとってもいいですし、カジュアルでブーツ合わせで着てもとっても可愛いんで、こちらちょっと買いたいなと思って現在は考えています。あとこちらもポインテールベストと、それからあとこのボリュームスリムブラウス、これはですね実際に現物を見てみないと分かんないけれども、このようなジレとそれからふんわりしたお袖のブラウスを組み合わせるコーディネート、これって結構ですね私自身が好みのコーディネートなので、下のパンツの組み合わせとかはちょっと変えるとは思いますけれども、上半身のこういったジレとふんわりしたお袖のブラウスの組み合わせ、こういったのも大人の女性の方でもやっていただいても可愛いんじゃないかなと思います。こちらですね、こちらのようなちょっと辛口の感じのスタイリングも今回ありましたけれども、
全部一つ一つはとってもシンプルなんですが、このような感じで組み合わせて少し着崩すことでちょっとかっこいい感じと、それと力が入りすぎてないようなエフォーレストな感じと、そういうのが融合してる今回のイネスさんのコレクションだなと思ってこのスタイリングを見て感じました。こちらイネスさんご自身のスタイリングですね。ジャケットにシャツにポインテールベスト、ベストのポインテールベストの模様編みの部分は少しデザイン性はありますけれども、それ以外は全体的には本当にシンプルでシックな感じのスタイリングになってますよね。それでは実際に私が注目しているアイテム、そちらの方をご紹介してまいります。商品一覧からいろいろご説明しながらお話ししていきたいと思います。セーターとカーディガン、こちらですね。私自身が着てみたいなと思ったのはこちらです。クルーネックパフスリーブセーターです。ボリュームあるパフスリーブがエレガント、着丈は短めでバランスよく着こなせる。そうなんですよね。こちらあのサイズ表を見ると結構ですね、着丈が意外と短いんですね。ですのでこのパフッとした感じのお袖と、それから下にボリュームのあるスカートですとかワイドパンツですとか、そういったものと合わせるのにはすごく好相性だなと思います。あとこの赤なんかも、まあ、ウェブで見る限り結構いい赤だなとは思うので、そして今年の秋冬赤もトレンドカラーの一つですよね。ですので赤もちょっといいなと思ってるし、可愛いですよね赤でこういう感じで。そして白なんかもすごい素敵ですし、この黒なんかもいいなとは思っています。ですのでこちらのセーターはお値段も3990円でお手頃で、素材感がウール100ではなくて 55% がナイロンと、そして 24% がウールですね。そしてアクリルが入ってる感じになります。これで見る限りは結構ふんわりとした感じの、ちょっと起毛してるような感じで、あったかそうな雰囲気はあるんですけれども、そんなに厚手ではないかなとは思います。ですので中にね、フリルシャツなんか着てきても可愛いから、そういうので考えると黒もいいなと思っています。ですのでちょっとこれは色を見て試着してみていいなと思ったのを一色購入しようかなと思っています。あとこちらの 3D ワイドリブクルーネックセーター、これなんかも素敵だと思うんですけれども、こちらは多分ですね、体にピタッとした細身の感じなので、ジャケットインですとかそういう風に着るにはいいんじゃないかなと思っています。私は今回多分ですね、発売直後はこれはすぐに買わないかなと思っています。私が欲しいなと思っているのはこのこちらポインテールベストです。前身ごろはデザイン編みで、後ろ身ごろは無地、ボタン付きなので着脱がしやすい、そういう風な説明が入っているやつなんですが、この前のですね、この編み模様ですか、こちらの編み模様がすごい可愛いなと思うのと、こういう風にシャツ合わせで着るとすごく素敵なので、こちらはちょっと欲しいなと思っています。お色自体は個人的にはやっぱりですね、今年のトレンドカラーでもあるし、私自身も比較的似合いやすいこのグレーを考えています。グレーですとこの編み地のこの一つ一つの編み模様がちょうどいい感じで目立ちますよね。後ろの方はね、こんな無地ですっきりした感じですし、こんな感じで結構はっきりとしますよね。オフホワイトもこんな感じで、中に黒っぽい感じとか色の濃いものとかネイビーですとか、そういうものの上に合わせて着ると可愛いなと思っています。ただオフホワイトは若干ですね、膨張する可能性があります。どうしても素材的にもそうですし、編み地的にもそうですよね。引き締まった感じになるのはこのネイビーだと思います。ただしネイビーの場合、せっかくの編み地のボコボコした織り模様が
色が濃い色になってしまうので若干目立ちにくいかなと思います。私自身は第一候補としてはグレーがいいかなと思って考えています。このベストも2990円でお値段も結構お手頃ですし、比較的早い時期からすぐ着れるんでセーターよりもやっぱり早く欲しいなと思っています。そしてこちらのシャツブラウスです。今回ですね、私が欲しいなと思っているのはこのデニムピンタックシャツです。こちらですね、印象的なフォークロア調デザイン、柔らかなデニムなので心地よく着られる、確かに胸元にピンタックが入っててそれがパッと離れていって裾の方が広がってるのでデザイン的にはフォークロア調なんですよね。こういう感じで裾の方がこうちょっとね、そんなに丈は長めではないんですけれども、こういう風に可愛らしい感じのデザインになっていて、こういう風にセットアップできるっていう形もいいと思います。ただセットアップできる時に、できればインにした方がいいんじゃないかなって、バランス綺麗に見えるんじゃないかなって私は思います。後ろの方もねギャザーがあって、どちらかというとぴったりしてるっていうよりもちょっとふんわりした感じになりますよね。あとやっぱりデニムでこの胸元のこの細かいピンタックっていうのがすごい映えるデザインになりますので、ここが可愛いなと思っています。こちらは一応、お色はこのデニムのネイビー一色になっていますね。こんな感じでボタンもそうですね、ボタンもそんなに悪目立ちしない感じのボタンなのでいいかなと思っています。サイズは実際に試着してみて M もしくは L かなんかぐらいで、それで購入したいなと思って考えています。そしてボトムススカートです。ボトムスで一番欲しいなと思っているものはこのデニムタックワイドパンツです。こちらのツイードタックワイドパンツ、チェックのデザインでツイードの素材はすごい可愛いんですけれども、今回はですね実はどちらかというともうイネスさんのツイードのアイテム、一昨年購入したチェックの3ピースですとか去年購入したパンツですとか、そういうものはまだまだ着れちゃうんですよね。ですので今回ですねこのツイードタックワイドパンツとかこのツイードのカバーオールっていうのはデザイン的に自分にぴったりだったら購入してもいいかなと思ったんですが、今回はすぐは購入しないで、もう少し、実際に秋が深まってきてからもう少し考えてから良ければ購入しようかなっていうぐらいで、すぐに買おうみたいな感じでは現在考えていないんですね。ですのでどちらかというともうすぐに履けるこのデニムタックワイドパンツ、こちらの方に注目しています。こちらですねデニムタックワイドパンツ、デニムの素材はねオフィスカジュアルの方はちょっと厳しいとは思うんですが、こちらはカジュアルすぎないタック入りのワイドシルエット、本体は柔らかなコットン 100% デニムで快適な履き心地とあります。ですので多分デニムって言ってもバリバリしてなくってバギージーンズみたいな感じの柔らかいコットンである可能性があるかなと思って、ソフトな感じのね履き心地だったら楽に履けるから、こういうのもいいなと思ってるポイントです。こちらはもうデニムのシャツタイプのデザインのものも出ていましたので、デニムシャツもね1個持ってると結構重宝するんですよね。私自身はもうパターンオーダーのもの1つあるんで、それがあるからこういうこちらのデザインは購入しないですけれども、さっきのフォークロア調のデニムのシャツがちょっと苦手だなって辛口で着たいなと思われる方はこのシャツでも素敵だと思います。パンツの方はここにタックが入っててストンと落ちたワイドシルエットで、ウエストはちょうどジャストのウエストになってると思います。このような感じで後ろの方もここにポッケがあってすっきりした感じのワイドのシルエットですよね。ちょうどですねタックが2タックですね、2タックのタイプになりますね。ハイウエスト目ですごい可愛いんじゃないかなって思います。ブラックの方ですとこんな感じで
ブラックのコットンパンツみたいな感じのものになるので、これだったらねお仕事服としてもすぐにお召しになっていただけるんじゃないかなと思います。そしてこの内側にこういう風に裏地のウエスト部分のところですね、これがチェックの生地が施してあって、ちょうどこうハンドステッチみたいなのもこの赤で入ってるのもイネスさんらしい可愛らしい感じのデザインだなと思うのと、あとここが普通のポケットじゃなくて箱ポケットになっていて、ここの下のところのステッチが赤になってるとこなんかもイネスさんらしくて素敵だなと思います。後ろはこのような感じでボタンがついてますね。これによってヒップがちょっと上に足長効果があるように見えるのでいいですよね。こちらはサイズが55からそして76までという感じで、サイズ殿下が幅広くあります。ですので小柄な方とかふくよかな方なんかにも手に取りやすいんじゃないかなと思います。そして次ボトムはこのベルベットロングスカート、こちらに注目しています。こういうベルベットのフレアタイプのロングスカートってユニクロさんで今まであんまりなかったような気がするんですよね。光沢があって存在感のあるベルベット素材、いろいろな着こなしに合わせられるフィット&フレアシルエット、まあ、フィット&フレアシルエットっていうよりもそんなに広がらない A ラインシルエットじゃないかなと思います。ですから大人の方でもね比較的着やすいんじゃないかなって私は思うんですね。ヒップ周りもフレアが抑え気味なのですっきりした感じで、タイトよりもちょっと女性らしい雰囲気に着こなせる、そんな感じのシルエットだと思います。こちらはブラウンですね。ブラウンの光沢、ベルベットの光沢美しいですよね。色がブラウンとそれからブラックと、あと、もう一つグリーンですね。グリーンの3色展開になっています。色はね全部どれをとっても結構綺麗なお色だなとは思うんですけれども、個人的にはやっぱり今年の流行的にブラウンっていうのも流行色の一つになっているので、ちょっとブラウンに注目しつつ、イネさんはこれは黒を履いていますね。あとブラックもいいなと思っています。もう丈感がですね結構長めになっているんですよね。これでサイズ表を見るとですね、私多分ウエスト61で購入する可能性が一番強いんですが、61センチで、それでスカート丈が84センチなんですね。ユニクロさんってなかなか84センチとか85センチっていうスカート丈が少なくって、どうしてももうちょっと短めのものが比較的多かったりするんですが、84センチであれ丈も結構長めになるので、もちろん履いた感じにはよりなりますけれども、結構いいんじゃないかなと思って期待しています。そしてグッズですね。グッズ、ウールベレーのこのオフホワイト、これなんかもちょっと欲しいなとは考えています。まあ、すぐに買うかどうかわからないんですけれども、あとあとちょっとこのウールベレーのオフホワイトもいいかなと思って考えています。そしてすぐに欲しいなと思ってるのはこのベルトですね。私はですねこのリバーシブルベルト、こちらに注目しています。こちらがリバーシブルベルトになっています。こちらは何よりもバックルが取り外せるリバーシブル仕様で、しなやかなレザーで心地よくフィットってあるんですが、レザー素材でそれでこの2990円っていうのもすごくお手頃ですし、こういうですねシャープな感じのデザイン性っていうのが意外と今までなかったような気がするので、すごくいいなと思っています。こんな感じでワンピースの上に組み合わせてもいいですし、ね、こういう風に留めるような形になってますよね。私はですねこの黒の方を注目しています。黒で、リバーシブルでブラウンにスイッチができるやつですね。でバックルがシルバーのもの、
イエベさんなんかだったらこちらのブラウンとキャメルになってて、ゴールド、少しゴールドでも黄みがかってない深い感じのブロンズに近い感じですね、この写真で見る限り。これなんかも結構秋っぽい高級感があってすごく素敵だなと思います。こちらでこういう感じで2本重ねてやるのも結構いいかもしれないなと思わせるようなベルトですよね。イネスさん、これ他のこのベルトか違うベルトか分かんないですけど、こういうふうに二重に巻いてるっていうふうに、今回たくさんのルックブックの中でもね、いくつか二重巻きにしてるものがありましたが、お値段がとにかくレザーで2990円でお手頃なので、2つ買ってこういうふうにちょっと二重巻きにしてみるっていうのも一つのシンプルなお洋服を着こなすポイントにはなるかなと思います。では最後にまとめとして、私が注目しているアイテム、そちらをもう一度さらっとお伝えしておきます。まずリバーシブルベスト、そしてデニムピンタックブラウス、ベルベットロングスカート、デニムタックワイドパンツ、ポインテールベスト、クルーネックパフスリーブセーターは黒と赤のどちらかを買いたいなと思って考えています。いかがだったでしょうか。私が注目しているアイテムをメインに今回はご紹介させていただきました。今回のイネスさんのコレクションは自分自身の個性を愛してというテーマになっています。この2023年から2024年の秋冬コレクションも原点回帰だったり、普遍的なアイテムだったり、デザイン性で分かりやすい変わったお洋服よりもベーシックなアイテムを素敵に着こなすっていうのに、ファッションのトレンドの方向性がそういう風になっているんですね。ですので今回のイネスさんのコレクションも結構原点的なベーシックなアイテム、そういうのがメインになってたと思います。ですのでぜひ皆さんも、自分らしさっていうのを大事にしながら、ベーシックなアイテムをどんな風に着こなせば自分らしくなるなとか、どういう風な上と下のスタイリング、バランスだったりとか色合わせだったりとかシルエットですね、そういったもので自分らしさを表現できるような、そういうのをベーシックなお洋服を選んだ時には特に考えていただいて、お召しになっていただければいいかなと思います。実際の発売日が18日になっていますよね。私自身が今回はですね、19日に撮影っていうような、18日に違う予定がありまして、19日に撮影するので、まあ、早くて19日の夜、もしかしたら20日ぐらいのお購入アイテムのご報告みたいな感じになってくるとは思います。ぜひそちらの方も楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。本日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。またすぐ今度は購入品のご紹介の動画でお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。